シティガーデン新潟。シティガーデン新潟2014フラワーファッションフェスト。ただいま開催中のフラワーファッションフェストではファッションコンテストを展開。公式ウェブサイトに人気ショップスタッフが登場して最新スナップを披露。皆さんの投票でグランプリが決定。ラブラ2 2階アーバンリサーチドアーズ新潟店の細谷ひろ子です。ファッションだけではなくライフスタイルをトータルで提案している楽しいお店です。春のお出かけの際にはぜひお立ち寄りください。ファッションコンテストの優勝を目指してスタッフみんなでコーディネートを考えて頑張っているのでよろしくお願いいたします。ラブラバンダイ1階アーシュミュージックアンデコロジーの小島清江です。ただいまコンバースのコラボスニーカー発売中ですのでぜひお越しくださいませ。アースミュージック&エコロジーに一票よろしくお願いします。ラブラ万代2階リリアバイワールドアイドラブの二ノ瀬彩乃です。うちのお店は大人気のコビニアのアイテムがたくさんあることはもちろん、お店の内装にも猫ちゃん要素が詰まっているのがポイントです。大好きなコビニアと一緒にファッションコンテスト頑張ります。よろしくお願いします。ラブラバンダイ2階アクシズハム吉川です。アクシズハムではレースやリボンを使ったフェミニン&クラシカルな可愛いアイテムをたくさん揃えております。その他きれいめな大人可愛いアイテムや春夏のトレンドアイテムなど見逃せないアイテムがいっぱい。ラブラバンダイ店限定のポエティックも取り扱っております。欲しい方はぜひラブラバンダイアクシズハムまでお越しください。心よりお待ちしております。フラワーファッションコンテストはグランプリを狙って頑張りますので投票よろしくお願いいたします。ラブラバンダイ2階ポエトリーの板花です。ナチュラルデイリーウェアをテーマに最高の普段着を提案しています。一つ一つこだわりを持って選んだアイテムが揃うセレクトショップです。ポエトリーにしかない色鮮やかな配色、こだわりを持ったデザインはどこよりも一番だと思っています。投票よろしくお願いします。ラブラバンダイ2階プロポーションの阿部です。もっと綺麗、可愛くなりたい全ての女性に向けたエレガンスでオフィスカジュアルなユーティリティブランドです。ファッションコンテストぜひ投票してください。頑張ります。ラブラバンダイ1階ロペピクニックの志田です。パリの昼下がりをお散歩するような楽しくて心地よいカジュアルフレンチ、それがロペピクニックが提案するライフスタイルです。トレンドとベーシックをミックスしたこだわりのアイテムを通して今という時代を前向きに進む全ての女性を応援したいと思います。ファッションコンテスト頑張りますので皆さん応援よろしくお願いします。ラブラバンダイ2階ナチュラルクチュールの柴田です。ただいまノベルティフェア開催中です。8000以上買い上げのお客様に3ウェイバッグをプレゼントしております。皆さんナチュラルクチュールにぜひ投票よろしくお願いいたします。ラブラバンダイ2階エニシス&フェルー大竹恵里です。エニシス、フェルーともに OL さんをターゲットにしたエレガンス系ブランドとなっております。ベーシックからトレンドまで取り揃え、デイリーから通勤に幅広いラインナップ。今回のコーディネートは夏のリゾートを意識して大人可愛くまとめています。ワンピースとパーカーはトラベルセットとしてただいまナウンセール。ファッションコンテスト投票よろしくお願いいたします。ラブラバンダイ3階エディバウアーの高橋です。アメリカシアトル生まれのエディバウアーでは日本上陸20周年を記念した商品第1弾トラベルコートを販売中です。ただいま VIP ポイントカード会員の方、新規ポイントカードご入会で1万円以上1500円オフを開催中です。ファッションコンテスト頑張りますので応援よろしくお願いいたします。ラブラバンダイ2階ビスのあやです。新作の商品が続々入荷しております。皆さんのご来店お待ちしております。ファッションコンテスト応援よろしくお願いします。ラブラバンダイ2階オリーブのおかぎです。ガーリーなお洋服の多いイメージのオリーブですが、最近ではカジュアルなものも多く学生から主婦の方まで楽しんでいただけるようになっています。元気いっぱいのスタッフが待っているのでぜひ遊びに来てください。ファッションコンテストではオリーブらしさを出していくのでぜひ投票をお願いいたします。頑張ります。ラブラバンダイ2階ナチュラルビューティーベーシックの山口です。当店ではオフィシャルからカジュアルまで様々なアイテムを飛び揃えております。最近ではビューティーというケア用品も新たに加わり、ご自身のご褒美にはもちろんプレゼントとしても喜ばれること間違いなしです。お近くにいらした際はぜひ当店に遊びにいらしてください。ファッションコンテストの投票清き1票お願いいたします。
ラブラ2 2階のユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングの杉本です。グリーンレーベルリラクシングではメンズ、ウィメンズ、キッズに加え、新潟店ではパタゴニアコーナーを展開しています。春の新生活、また通勤におすすめのジャケットバリエーションなども豊富に取り揃えておりますので、ぜひお店にお越しくださいませ。ファッションコンテスト頑張りますので投票よろしくお願いいたします。ラブラ2 3階セブンデイズサンデーの笠原です。セブンデイズサンデーではオフタイムを楽しく過ごせるようなカジュアルなウェア、おしゃれな雑貨を取り扱ってます。毎回トレンドアイテムを使ったイチオシコーデで臨んでいますので、ご投票お願いいたします。ラブラ2 3階公園の熊倉です。カリフォルニアシックをテーマにメンズ、ウィメンズ、キッズの品物を取り揃えております。カジュアルに着こなしておりますので、ぜひ投票お願いします。頑張ります。ラブラ2 3階ニコ&の内山です。レディース、メンズウェアのほか雑貨や家具も取り扱いがございます。ぜひご来店のほどよろしくお願いいたします。ぜひニコ&に投票をお願いいたします。ラブラ2 3階アルジーの加藤です。アルジーではネオアーバンリゾートをコンセプトに、透け感のある素材をふんだんに使用した動きやすく都会のリゾート気分を味わえるコーディネートを提案しております。ファッションコンテストではお店一押しのキッズならではのコーディネートになっているので、ぜひチェックしてみてください。可愛いコーディネートを提案できるように頑張ります。投票よろしくお願いいたします。ラブラバンダイ3階スーツカンパニーの岩橋です。ザ・スーツカンパニーではメンズ、レディースともにトレンド、ベーシックなビジネスからカジュアルまで幅広いアイテムをご用意しております。皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。投票お願いいたします。人気ショップスタッフが登場する最新スナップは毎週追加。投票最終日となる4月29日にはバンダイ古町を花で彩るスペシャルイベントも開催。木下ココ、アミアや住岡里奈など豪華ゲストも登場。詳しくは FFF 新潟で検索。City Garden 新潟。